こんにちは、アジチャンネルです。今回ですね、東京のランドマークのカプセルフィギュア、ガシャポンですね、紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん、おー、カヨドの製品ですね。おー、はい、東京ランドマークカプセルフィギュアコレクションです。これですね、東京スカイツリー限定のカプセルフィギュアですね。だから東京スカイツリーのオフィシャルショップしか売ってないです。で、アリチン東京スカイツリーで遊びに行ったので、おー、これがありました。おー、ラインナップは全部7種類ですけども、スカイツリーは3種類です。で、あとは残りは東京、はい、東京と、おー、ここ書いてありますね。おー、東京スカイツリーは3種類です。東京。東京タワー、国会議事堂と、あと浅草。これですね、ちゃんと東京ランドマークと書いてあります。海洋堂の製品なので、クオリティが高いはずです。はい、じゃじゃーん。おー、東京ランドマークカプセルフィギュアですね、海洋堂。東京スカイツリーのオフィシャルショップの限定。ここしか買えない。いいですね。ラインナップ全部7種類です。おお、英語のランドこっちですね。おお、カヨドカプセルフィギュアコレクションです。おお、いいですね。ラインナップの写真のここです。おお、スカイツリー3種類ですね。あとはまあ、先ほど東京都庁と東京タワー。おお、ここはギジルと浅草。おお、アリチンスカイツリーか東京タワーが欲しいです。いいですね。はい、ではこの撮った VTR があるので VTR ご覧ください。いかがでしょうか。おー、1回500円ですね。はい、ではじゃあ早速開けましょう。おー、面白い。はい、今回何をゲット、何が出るかな。おー、はい、じゃあちょっともったいないけど開けます。はい、じゃあ、おー、いいですね。はい、開けます。1、2、3。おー、何が出るかな。1、2、3。あれ、そこスカイツリーです。あ、おー、スカイツリーです。いいですね。おー、はい、おー、スカイ、おー、東京スカイツリーの限定の、はい、これはラインナップの何番でしょうかね。あ、これですね。あ、1番。1番の東京スカイツリーをゲットし、はい、出ました。おー、いいですね。お、高さ、お、634m ですね。お、はい、2012年の5月20日に開店しました。お、いいですね。スカイツリーの、はい、説明です。はい、英語版もあります。お、はい、パーツはこうなった感じですね。これ多分上の方ですね。お、台車です。あと最後にここに台車が書いてありますね。おお、東京ランドマークタワー。はい、ではじゃあ今から組み立てたいと思います。はい、じゃじゃーん。おお、東京ランドマークのスカイツリーが完成しました。さすが。おお、結構高い。高いので一番、おお、遠くまでいいな。じゃあでは近づきましょう。おお、東京ランドマークです。海洋堂のカプセルですね。はい、いいですね。お、東京スカイツリーです。おお、いいですね。綺麗ですね。青っぽくの塗装で、おアンテナ、おお、綺麗。さすが海洋堂ですね。模様がしっかりしてます。おお、こっちは展望台。
はい、はい、綺麗なフィギュアです。やったー、スカイツリー欲しかったです。あれ、東京タワーは持ってるんですけど、スカイツリーは持ってないです。はい、これでちょっと、はい、飾りたいと思います。はい、ということで、ではじゃあ今から探偵分で、はい、展示したいと思います。東京ランドマークのカプセルフィギュアコレクションです。お、今回出たのは、はい、東京スカイツリーです。おー、ラインナップの一番ですね。お、結構綺麗です。さすが海洋のクオリティが高いフィギュアです。では今からプチジラマで展示します。はい、スカイツリーのプチジラマです。お、今、ヘリコプター乗ってスカイツリーを一周しますいいですね、展望台を見れます。お、すごい解像度いい、あのクオリティが高いフィギュアですね。お、スカイツリーの展望台です。以上です。アルチンジャーでした。今回は東京ランドマークのカプセルフィギュアをご紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、スカイツリーなオフィシャルショップ限定のガシャポンですね。おー、海洋のカプセルフィギュアです。おー、いいですね。おー、はい、そう、今回の、はい、アルチンで、あ、これですね。東京スカイツリー限定のカプセルフィギュアです。いいですね。はい、あ、じゃあラインナップは全部7種類です。あ、で東京スカイツリーは3種類ですね。お、ライトがついていると、あ、はい、と、あとは、あ、東京都庁と東京タワー、国会議事堂と浅草です。今回アリチンゲットした、はい、出たのは、はい、ラインナップの1番東京スカイツリーですいいでしょう。おお、東京スカイツリーのフィギュアですね。あ、東京ランドマーク、東京スカイツリーです。とっても綺麗な、フィギュアです。さすが海洋のクオリティが高いガシャポンです。あ、こんな感じですね。説明がもうついてます。おお、そう、よくできてます。あ、他のもちょっと集めたくなります。またスカイツリーに行ったらちょっと、あ、また遊び、あ、もう一回チャレンジします東京タワーが欲しいはい、ということで、では、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。